番さんにお話を伺いたいと思います。じゃあうちどこにしてその名前に、オフィシャルヒゲダンディズムって書いといたらみんな分かりやすいかなみたいな感じで、でも本気よりはちょっと上手くないからコピ版みたいな感じです。久々のライブだったので、めちゃくちゃこういい経験になったというか、めちゃくちゃ楽しかったです。ステージ立ってみたら、すごい数のお客さんいて、めっちゃビビってたんですけど、クラップ求めたら一緒に来てくれたりとか、すごい楽しいステージになりました。